い、続きいきます。さあ、ちょっとだいぶルート見えてきてるんで、今回はもうちょっと深くまで行けるかな。長いよね、本当に長いっすよね。こっち先倒すか。300円、350円、やっぱりお金のためやったら頑張れる。しまいやから。あかんで。あー、最悪や。いやー、あかんあかん。いけるかな。不安やな。もう。あー、もう帰ります。もうしんどいわ。今のはさすがにちょっと答えた。きつい。うわ、不思議な踊り踊るんや。今のはきついわ。理不尽っすわ。ちょっとどうなんかな。遊び人とドルちゃんでは、ドルちゃんの方が守備力弱いのかな。ちゃんと見てなかったけど、ドル3番手にした方がいいのかな。いっそなんかそんなこともちょっと思ってしまうほど、ドルが死にすぎ。体力が低すぎるんすよね。なんとかいい方法ないかな。さあ、行くよ。めげずに。ちょっと待ってね。強さ確認させてください。ポンドの守備力25。25ってことはないな、ドル。47あるもんな。てか、25がやばいな。47あったって、ああいう死に方してしまうんですからね。大体あれですね、ピラミッドの敵は攻撃力が皆さんお高いですな。本当に火炎ムカデぐらいですよね、優しいの。まあ全体攻撃は嫌ですけど、単発攻撃は弱いんですよね。なんかアンデッド系のやつ、みんな一撃がめちゃくちゃ重たいんですよ。逃げる。これは一番めんどくさい。グループ分けをちゃんとしといてほしい。グループにちゃんとなっといてほしい。よし、いいタイミング。ベストタイミング。よし、ドルドドルがまた、もうほらおかしない、これ。どうしよう、悪いことしてへんのにな。
ゃ危なかった。体力がなさすぎるんですって。できればもうあまり戦闘せずに行きたいんですけど。あれを、黄金の爪をも取ったらこっちのもんやと思ってるんですよ。即撃って装備めっちゃちゃんと整えたからな、ほんま。くそ、売り飛ばしたる。王家の宝売り飛ばしたる。いやードルー、またやまたや。もう大丈夫か、14あったらなんとかなる、こいつらなら。あっ、危ない危ない危ない。もうはね、もう次ね、誰か死んでも無視していきます。それはお約束しましょう。全滅覚悟で突っ込みます、今回の冒険ね。それはお約束しておきます。もう退屈なんで、僕自身がやっぱり行かないと。一人死んだら逃げるモードに入りまして、その上でとりあえず息切る。しかし勇者が受けてるとダメージが少なくて済む。全然違いますもんね。勇者が全て引き受けてくれるといいんですけど。危ないよー。攻める、超危ない。よし、怒りの鉄拳。なんか覚えた。あー、ぼちぼちかなーと思ってましたけど、ベホイミ覚えましたね。ベホイミ、ベホイミ覚えたけど、だからって感じやな。これが正解や、多分。これのことを僕は言ってたんです、きっと。よし、ナイス。これは自信ある。当たってると思う。ボタンこれボタンあるわ。ほら、ちょっと待って、小さなボタンがある。ちょっと待って。はじめは東、次は西でしたよね。でも今東の方来て、ボタンがもう、ボタン2つあんねんけど、どうすんのよこれ。どうしたらいいんやろ。はじめは東、次は西。小さなも、太陽ボタンみたいな。なんて言ってたっけ。まん丸ボタンはなんちゃらボタン。はじめは東、次は西ですよね。押した。はじめは東、次は西。あ、わかった。そういうことか。ということは、
どっちかのボタンはダミーや。そうですね。多分。だから今の場合やったら、外側のボタンが正解で、あれが東のボタンということは間違いないんじゃないですかね。うん。と思うけどな。早くボタンのところに行きたくてもう逃げまくり。合ってると思うんですよ。だからまずはここを押す。めんどくさい。ここを押す。これ正解なんでしょう。で、次に東から西に移動して、これのどっちかや、多分。よし。どこからか岩の動く音が聞こえてくる。なんか真正面今怪しかったですけど、落とし穴落ちたりしそうやから、こっち怪しいな。倒すか。ラリホー強い魔法やな。ラリホーの強さが本当によくわかりますね、この動画は。ラリホーの強さがよくわかる動画。よし。すごい急成長遂げてるよ。これは黄色の扉なんで開くのかな。マミーやったろかい。かかってこいや。うわ、重いな一撃が。一撃がめちゃ重い。ポンドに食らったら終わる。よし、耐えた。勝った。運だけですね。敵めっちゃ出るな。敵めっちゃ出る。もうちょっとやと思うんすけどね。ふう、頑張れ頑張れ。苦しい。鍵が合わない。だからザクザクしてましたね。またあそこっていうことは真正面か。岩が動く音がしたっていうことやから、この辺に岩がもしかしたらあったのかもね。来たー。よし、これなんやろ。スタミナのため。センスいらないですもん。みんな物持ちすぎやから。ちょっと何してんねん。僕が持たせたんか。違う違う違う。スタミナの種を勇者に渡したいだけなんですよ僕は。あれ、誰が持ってんの。で、あのお宝を集めに行くわけね。もう多分帰ってもいいんですけどね。多分もう魔法の鍵取ったらもう OK なんで。
敵がもういいわ。歩かせてくれない。よし。よし。ふう。来た。いっぱいお宝。どこからともなく不気味な声が聞こえてくる。王様の財宝を荒らす者は誰だ？我らの眠りを妨げる者は誰だ？やばい。まさかの雑魚。ありがとうございます。なんや、びっくりした。めっちゃ強いやつ来るんかと思った。ガーディアンみたいなやつが全然やん。これ全部、これでもう全部もらっていいのかな。うわ、4体ずつ倒していかなあかんわけね。はいはいはい。まあちょっとめんどくさいですね。やれなくはない。一旦帰りたい。力のため武器とか装備とか、ちょっと消耗してるんでね、正直。消耗してない時に戦いたいな。いい。しゃ。80ゴールド。しょっぽいの。まあ、下金やな。上がある。ちょっと行ってみます。あ、まだ上があるやん。派手な服を見つけた。いいね。これはちょっとポンド装備できるんじゃない。これはいけるんじゃないか。捨てます。ポッケストを捨てて派手な服をポンドに。どうでしょうか。来た、めっちゃ強くなった。よっしゃ、嬉しい。何これ、ピラミッド頂上や。あー、帰れるようになってるわけね。もちろん行きますよ。もう一回取りに行きましょうよ。どうせ魔法は使えへんねんから、前回回復したらもうあとは片道切符ですよ。どっから行くのが一番いいのかな。落ちた方がいいよね。落ちて、場所はもう覚えてる。もう一生忘れないですね、このくだらない情報がシナプスにもう一度刻み込まれましたよ。ニューロンとシナプス、ここだ。違う違う違う。おー、いいね。お、棺がある。棺を調べた。なんと黄金の爪を見つけた。よし、黄金の爪。ドル装備してみます。ドゥン、ほらめっちゃ強いから。でもここからが修羅場です。ここからが修羅場。
てるよ。よし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 。あのね、何を言ってるかというとね、黄金の爪を装備してると鬼のエンカウント率になるんですよ。それが問題やと言ってたところです。もう敵が出まくるんですよ。まあ3歩歩いたらもう敵。これ何やったかな、なんかね理由があるんですよね、この黄金の爪には。なんかその魔物の声が吹き込まれてるみたいな、そういう設定をどっかで読んだ記憶があるんですけど、ああ、ホイミ使えへんのか。だからどん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 魔物が呼び寄されちゃって、もう話にならないみたいな。苦しいな。強いのは強いんですけどね、使えないっす。呪われてるってわけじゃないんですよね。だいたい1歩か2歩か。ほらほらほら、もうすごいっすよ、敵出すぎやから。だからなんとか持ち帰れば僕の勝ち。まあもう手に入れてるんで死んでも帰れますけど、これ装備してるしてない関係なく、アイテム欄にあるだけでエンカウント率跳ね上がります。あー、気持ち悪い。ドクロが緑になってる。薬草薬草、ちゃんと本当ね、もうちょっともうちょっともうちょっと、あーもう階段見えてる。やりました、やりました。もう売り払います。じゃあまずは聞いた、高額です。よし、はい、打った。これはちょっと有効利用しないと。どうしようかな、どうしましょうかね。次の町まで我慢するっていうのはどうですか。あえてお金を使わず、欲しいけど、でも次の町に行って高いのあったらへこんまへん。欲しいけどな。どう思いますかこれ、あなたならどうされますか。ちょっと待って、大バサミとか装備できひんのかだけ確かめていいですか。ポンドが無理か。ちょっと待ってください。鉄の斧は、あ、装備できる、こうてもだ。いやまあいいわ、これいいじゃないですか。ほらこれはいいわ。今度がちょっと戦力になり始めてる。派手な服もゲットしたし、
すげえ、超金持ちになった、一夜にして。はあ、置いときましょうか。ね。これちょっと置いときましょう。貧乏性やから逆に使えへんなってもた。よろしく。そしてアリアハンに来たのはもう一つ理由があるんですよ。お分かりですね。こっちは魔法の鍵を手に入れとるからね。来たー、ここや。よし、来た来た。宝物庫を荒らさせていただきます。武闘技を見つけた、持ってる。勇者オルテガにはいろいろ世話になった。ここで何をしようと、見て見ないふりをしよう。ありがとうございます。でも武闘技持ってるからいらんわ。すぐ売ったんだ。あの法則の鍵いらんな。全部勇者が処理させてもらおう。まあまあ売ってお金にしましょうね。もうちょっといいもんないかな。力の単位。336ゴールド、128ゴールド。どういう基準で決まってんのかな、これ。キメラの翼いらねえ。しょうもな。こんだけでしたっけ。あの女性とか、まあ、これ一応喋っといた方がいいのかな。これ魔法の鍵で開くのか。開くな。魔法の玉とは壁を壊すものらしい。いつの話してんねん。ということで、あいつもしょうもない話しかしないことが確定。行ってないとこどこやったっけ。盗賊の鍵を預けます。もういらないんでね。どこやったっけ。帰ってこないとねとか言ってたとこ。いろいろありましたよ。まずイシスか。イシス自身も大量にありましたよね、確か。イシスもやし、アッサラームもや。あの辺は鍵閉まってましたもんね。ちなみに建物の中でルーラー使ったら頭を打つみたいな演出は多分3はまだです。だから打たないです。こう空飛んでいってるっていうグラフィックにならないですからね。ウォーンウォーンって音がするだけで何が起こってるかよくわからないっていうのが3のワープ、ワープじゃない、ルーラー。ここもあったよな、確か。確かここもお宝が、あった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 。回収しに来たよん。お城の宝はすべて女王様のものだ。おい、ちょっと女王様にじゃあお願いしてきますか。あかん。あれ欲しいわ。どうやったらもらえるんですかね。なんか弱みを握らなあかんのかな。夜来たらいいとか。ここは女王様の寝室です。どこを寝ると、これベッドっていうことなのかな。
やとしたらあまりにもちょっとサボりすぎやろ。夜来てみます。白入れへんっていうのがオチやと思うんですけどね。残してるあの財産をちょっと回収しに行きたいんですよ、できれば。そんな大したもん入ってないんでしょうけどね。なんかもうほんまに大したもん入ってなさそうですもんね。リアルにリアルに大したもん入ってなさそう。やめとこうか。もうちょっと後で聞きましょうか。先にちょっとストーリー進めようかな。で、なんかもうちょっと強くなってから行った方が面白そう。じゃあもうちょっと城探索して、で、次の場所行きますね。次のシナリオ上のアッサラームもね、アッサラームも行かなあかんし、鍵開けに行かなあかんし、こう鍵開けられるようになったら意外といろんなことがバーって広がるんで、あーもうこれ欲しいわー。と言ってくれや。あかん、同じこと言いよる。これ絶対取れないんですかね。私の兄もこうして水を見るのが好きだった。だが東の国に行くとアッサラームの町に向かったまままだ帰らぬのだ。そんなおじさんいたっけ。アッサラーム行きます。あ、なんかあの、あ、これ洞窟あった。あれは後回しかな。そこ一つ鍵閉まってますね。何がある。あ、いた。東へ行くにはホビットだけが知っているという抜け道を通るしかない。しかしホビットのノルドは抜け道を教えてくれないのだ。ノルドの友達のポルトガの王に頼むしかないのであろうか。はあ、はあ、はあ。まず洞窟に行ってノルドに出会った方がいいのかな。この感じは。よいしょ。はい、何でしょう。座長に御用？それでしたらまた夜にでも来てくださいな。また夜まで待たなあかんの。そうか、まあ頑張ってみるか。ついでにちょっと洞窟も見に行ってみますね。さあ、どれぐらいこいつらと戦えるようになって、渡り合えるようになってるのか。おーおーおー、いけるね。うー、ドル回復乗せてた。危な。いや、まあでも結構余裕ありますよね。あんな辛かったのにな。ちょっと遠い思い出やな。この成長するのが醍醐味ですよね、やっぱロープレの。この途中にノルドってやつがおるんかな。そういう記憶があるぞ。敵は出てこないっぽいですね。
わしはホビットのノルド。旦那方はなんだね。さ、出て行きなされ。まあ、そらそうやわな。勝手に自分の家入ってこられてですよ。勝手にこんな宝箱荒らされてですよ。何の挨拶もせず出ていく。最低ですよね、これ。まあ、ええがな。よし、じゃあ、ポルトガの王に会いに行きましょうね。魔法の鍵で開けられるようになってますからね。バッチリよ。あ、ちょっと時間オーバーしてますね。じゃあまた動画移動させてください。では移動お願いします。